スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、先へのメンタルタフネスへの道。こんにちは、カウンセラーの先へです。私の会では皆さんのメンタル力をパワーアップできるようなヒントをお届けしたり、ストレスとの上手な付き合い方など、心がちょっと軽くなったりへこんでも上手に立ち上がるコツ、そんなお話を毎回ゲストの方をお招きしながらお伝えしていく番組です。いよいよ年末ですね。皆さん手帳は新しくしましたか？よく手帳の新しいね、最初のページなんかにその年の抱負を書いたりしますけれども、今日は新年の抱負を考える前に皆さんにちょっと質問してみたいと思います。2014年を振り返る私からの質問。今年よく頑張ったなと自分で自分を褒めてあげることを一つ思い出してください。今年人からありがとうと感謝されたことはどんなことでしたか？今年いい経験をしたなと感じる出来事はどんなことでしたか？この3つの質問の答えを考えながら、ぜひ2015年をどんな年にしたいのか想像してみてください。その時には具体的に人とか自分自身が置かれている状況とか、そんなのをイメージを膨らませながら考えていただくとどうですかね。2015年見えてきてますでしょうか？そんなことをイメージしながら2015年の新しい手帳にぜひ新年の抱負を書いていただきますと、きっとですね、2015年の1年がとっても楽しみな年になると思います。先へのメンタルタフネスへの道。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。先へのメンタルタフネスへの道。では本日のゲストをご紹介してまいりたいと思います。本日は営業代行のワンストップサービスを行っている株式会社ユニバーサルステージの代表取締役木村誠さんです。木村さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずですね、木村さんがやってらっしゃる会社ユニバーサルステージ、ちょっとどういう会社なのか教えていただきたいなと思うんですけれども。はい、弊社はですね、はい、まあ営業に強みを持っていますので、お客様からこれを売ってほしいと言っていただくような問い合わせをたくさんいただいておりまして、まあ今一日平均で5件ぐらいですね、ウェブと電話で問い合わせが来るんですけれども、はい、その中から選びに選び抜いてですね、我々もハッピー、お客様もハッピーになれるような商材をですね、成功報酬で販売するということを展開しております。成功報酬で、はい、はい、成功報酬っていうのはですね、最初に費用は一切いただかないで、物が売れた時にだけ手数料をいただくと、こういったモデルなんですけれども、売れなかったら、ですからその辺の見極めっていうのはですね、非常に初期段階で重要になってくるということになりますね。はい、はい、
で、最近なんか面白い商品とかありましたか？はい、まあ、実は問い合わせの中の本当に 1-2% しか取り扱いができてないんですけれども。あ、そうなんですね。はい、はい、でそういった中ではブルーオーシャン的なですね、はい、商品をやはり扱わせていただいてるんですけども、直近でちょっと今回メンタルヘルスということでですね、はい、合わせてきたわけではないんですけれども、はい、メンタルヘルス対策のですね、うん、まあ、体制が作れるっていうパッケージを、うん、助成金を使って、できますよっていう商品をですね、はい、今扱っておりまして、はい、これが最近では一番力を入れている商品になりますね。はい、具体的にはどんな感じのものなんですか？はい、これは今年の6月に労働安全衛生法が改正になりまして、はい、うんうん、まあ、中小企業もですね、そのうつ対策みたいなものをですね、メンタルヘルス対策をしなさいということで、うん、厚労省の方が助成金を出しまして、はい、まあ、具体的には来年の12月からストレスチェックを50名以上の事業所は義務化ということで、そうですね、はい、実施しなさいというものなんですね、うん、はい、で通常助成金ですと社労士の方が手続きをしてくれるっていうケースが多いんですけれども、うん、これは非常に珍しいケースになってまして、社労士さんだけじゃダメでですね、うん、そのカウンセラーの方とか、うん、あとはコンサルの方とかが、まあ、関与してですね、結果的には助成金100万円というものが一括でもらえると、うん、で実際にかかるお金が、これもまた嘘じゃないかって言われるんですけれども、例えば75万とか80万とかですね、人数によってちょっと違うんですけれども、持ち出し一切せずに逆に戻ってきてしまうと、うん、こういった商品になってますね、うん、はい、なるほど、はい、結構お問い合わせは最近多いんですか？そうですね、基本的に断る理由がないと我々も思って、取り扱いを始めてるんですけれども、最近はですね、まあ、いくつかの その観点があるんですけれども、まずそのうつ病が多い業界、例えば IT 業界とかですね、まあ、いろんな業界あるんですけれども、はい、経営者にとってはリスクマネジメントとして、このいわゆる安全配慮をしてるかっていうところが焦点になってきてですね、そうですね、何か起きた時に、まあ、社員から訴えられて、うん、まあ、ここに代表的な訴訟事例っていうのがあるんですけれども、うん、はい、何千万とか、多ければ2億近くとかのですね、そうですね、慰謝料をこう、うん、支払いを命じられたりしますので、そのための体制を作ってますよっていう一つの方針を示すってことですね、うん、それともう一つがメンタルヘルス対策の効果っていうところで、まあ、平たく言うとこの対策をしている会社としてない会社っていうのが表向きに分かると優秀な人材が集められるかどうかという非常に重要な部分になってきまして、うんうん、特に中小企業、ただでさえ名前が知らなくて優秀な人材が取れないというところで、こういった対策もしてないとなるとですね、どんどん人が離れていくということで、うん、まあ、そういった意味でも導入する必要のメリットがあるかなという状況ですね、うん、じゃあ、まあ、どういう対策をしたらいいのかわからないという時には、はい、木村さんの方にお問い合わせすると、はい、いろいろとこういうような全てが揃いますよですとか、まあ、こんなことができますよということが、そうですね、教えていただける、はい、ということですかね。多分来年の12月から義務化なので、うん、多分今皆さんのんびりしてるかと思うので、そうですね、はい、また来年になったらそうですね、まあ、制度がはっきり中身がね、はい、見えてくるのは3月ぐらいというふうに言われてますから、はい、皆さんいろいろと情報収集今してらっしゃる頃だと思うので、はい、そうですね、いろいろ比較検討しながら一番ね自分たちにとって、メリットかなとか、ね、従業員にとって一番いいやり方どういうのかなっていうのを考えながら導入していただくっていうのはすごい大事ですから ね、はい、うん、やっぱり制度が整ってないとストレスチェックだけやってもねなかなか思うようにいきませんので、すごくやっぱり会社全体でいろんなこう制度整えながらやっていただくというのは実はメンタルヘルス体制すごく大事ですので、そのね一つの大きな足がかりになればいいかなというふうに、はい、はい、思いますね。他にも何かありますか？あとはですね、おすすめと言いますか最近の出来事で、ちょっと 2,3 週間前なんですけれども、はい、
アゼルバイジャンっていう国に行ってきまして。アゼルバイジャン、はい、どの辺でしたっけ。昔ロシアだったので、ロシアの下の方でカスピ海に面してるところで、はいはい、その首都がバクっていうんですけども、はい、バクっていうのはあの昔の教科書に載ってたらしくて、僕の教科書には載ってなかったんですけれども、うん、その世界のオイルのですね、半分はバクーから出てたという、はい、そうなんですか。それぐらい昔から有名なところなんですけども、一旦それがその枯渇して、うん、ところが最新の技術でですね、今度は海底の方から海底油田が出始めて、そのパイプラインを作ってヨーロッパの方に今流してるんですけども、はい、それでもう大変なバブルの国になってるということなんですね。アゼルバイジャンが。そうです。あんまりニュースになってはいないですよ ね、 日本ではね、はい、ですけどあのもうドバイを抜くっていうふうに言われていて。あ、そうなんですか、はい、すごいですね。ドバイの世界一のタワー以上のものを作り今計画が進んでまして、あとは F1 を呼んでとかですね、はいはい、でそういったの流れの中で、まあ、お金持ちがたくさんとにかくいらっしゃるので、日本の製品なんかもですね、うん、欲しいと。で現在の日本の製品はほとんど行ってないということだったので、じゃあということでそのアゼルバイジャン政府がですね、はい、日本展示会を開いてくれまして、はい、そこにあの僕らも参加したということなんですね。あ、へえ、はい、そうなんですか、はい、どういった日本の商品を。そうですね、やっぱり日本の伝統工芸品とか、はい、まあ、いろいろ商品を集めてたんですけれども、はい、一番ちょっと注目いただいたのはですね、こちらのゴールドのスピーカー。ゴールドのスピーカー、あ、はい、スピーカーですか。あのリスナーの皆さんすいません、ご覧になっていただけないんですけれども、スピーカーなんですけれども金ピカです。で、はい、なんていうんですかね、左右にですね、これここからこの丸いところから音が出るんですか ね、 そうですね。ここに何ですか、これ日本の和を模した 和を模してる彫刻じゃないですけれども、はい、彫りのようなものが入っている、これ18金そうですね、ですか、はい、18金というか24金です、ね、24金ですか、はい、すごいですね、これ日本のそういう職人さんの技術でこういうのを作ったのをそちらに展示してということですか。そうですね、これがあの見た目もすごいんですけど、中身が元ソニーの技術者だった人が作ってまして、音も素晴らしい音なんですね。あ、そうなんですか、はい、でも高そうですね。高そうで買う人はいるんですか、アゼルバイジャンにも。ちょっとまだ見かけてはいないんですけれども、一応そのゴールドが好きだということで。あ、そうですよね、はい、うんうんうん、でも面白いですね、こういう和とこういういろんなコラボレーションで。そうですね、ものをね作っていく、はい、これはあれですか、やはり木村さんの方の会社にこういったのをこう売りたいんだけれども、はい、ということでご提案いただいた商品なんですか。そうですね、我々のグループが、まあ、僕のパートナーなんかがタイに住んでたりして、海外拠点もいくつかあるんですけれども、はい、まあ、そういった意味でその日本国内のみならず海外との貿易もやってるんですけども、はい、まあ、新しいその視点でアゼルバイジャンにちょっと目を向けてというところからですね。で今回の場合はそのお金持ちが何を喜ぶかということでいろいろ探してですね、あちこち当たって探して集めて持っていったということですね。こういったのをこうやるようになるには、まあ、はい、木村さんの会社自体はもう10年ですよね、はいはいはい、結構その10年間会社を維持するということ自体もすごいことなんじゃないかなっていうふうに、はい、私単純なんでね思ってるんですけど、はい、なんかこうトントントンとこの10年そんなふうに進まれてったんですかね。いやもうそんなこと全然ないですね。結構大変な時期も。そうですね、はい、やはりあの10年続けるのも結構大変は大変なんですけれども、まあ、正直言うとなんとなくここまで来てしまっていて、うん、これから先の人生もですね結構長いってを考えると、逆にここからまたその
第二創業じゃないんですけれども、はい、また一からですね、はい、こうビジネスを考えて、うん、こう積み上げ式なですね、うん、ビジネスをしていきたいなっていうふうにも今思ってますね。そうするとじゃあその10年間の結構山あり谷ありのところをちょっとこのコーナーで聞いてみたいと思います、はい、トップに聞け私の心が折れそうになった時ということで、木村さんのねその10年間山あり谷ありないろんなところのそれを乗り越えてこられたそこの秘訣なんかを CM を挟んでお話をお伺いしてみたいと思います。先へのメンタルタフネスへの道。大正14年、焼き物の町愛知県常滑市に創業した老舗タイルメーカーの新しい挑戦、復元屋。長い歴史の中で培った技術を武器に、歴史的建造物、地域のランドマーク、マンション、ビルなど建物に込められた思いを未来へと継承します。タイルを復元、未来への継承、思いを形に。レストレーションオーガニゼーション復元屋。先へのメンタルタフネスへの道。はい、ではですねこのコーナートップに聞け私の心が折れそうになった時ということで、木村さんがですね10年いろいろやってらっしゃる山あり谷ありのそのあたりの具体的なところをちょっとお話しいただければなと思ってるんですけれども、はい、はい、どんな山とどんな谷がありましたかね。そうですね、まあ、経営をやってると毎日がそんな連続ですので、はい、まあ、なかなかサラリーマンと比較すると全く違う人生になると思うんですけれども、まあ、その中でもですね僕の場合は今ちょっとお休みしてるんですけれども、はい、過去にですね IT の勉強会っていうのをずっとやってまして、当時名だたるですね IT 経営者をお呼びしたセミナーとかをやってたんですよ、はい、で2005-6年とかでもうバンバンIP をしていった時代があったんですけども、はい、年間に200何十社とかですね、うん、でそこでこう目の前を取り過ぎていく IPO 社長たちを見ていて、まあ、そういう体験もしてみたいなっていうことは思ってたんですけども、例えばそういう頂点まで上りつける詰める経営者とですね、はい、そうではなくて会社経営をしてるだけっていうと失礼ですけども、とはもうだいぶ大きな差があると思っていて、差がある、はいはい、一言で言うのは難しいんですけれども、そういう意味ではやはりこう努力してる方っていうのは超越してるなっていうふうに思うんですね、成功してる方ですね、そこにはやっぱりこう何か、まあ、一言では難しいとおっしゃいましたけれども、はい、感じるこう肌で身近で見ていらっしゃってて、あ、こういうところがやっぱり違うんだなというような具体的なエピソードパッと思う浮かぶものってありますか？そうですね、私も最近こう改めていろいろ考えている中では、会社を作るというのは非常に簡単なんですよね、で事業をやっていくっていうのも簡単なんですけども、はい、その会社とか事業自体がゼロから起こした事業なのか、それともその誰かがやっててその真似事で起こした事業なのかというところに大きな違いがあってですね、でやはりそのゼロから1を立ち上げる人と、人が得意な人と、1から1を N にしていく、まあ、2とか3とか10とかですね、はいはい、タイプがこう経営者によってもあるんですけども、1から N をやってる人が大半で、0から1をやる人っていうのはこう少ないと思うんですね、でそこに今いろいろこう注目をしてはいてですね、最近0 to 1っていう本が出てまして、はい、それはペイパルを立ち上げた経営者の本なんですけども、はい、
まあ、いろいろちょっと考えさせられるなっていうところなんですけどね。やっぱりじゃあこう木村さんも何かあるといろんなそういう経営者の方の話を聞いたり本をこう読んだりとかしながら自分なりに前に進んでいくようなことをやってらっしゃるんですかね。そうですね、やはり経営者は孤独ですし、自分の人生はやっぱり誰にもこうどうにかしてもらうことはできないので、まあ知り合いとかに話はその情報交換的なことはしますけれども、最後の決断は自分でするしかないと思うんですよね、それってすっごいなんて言うんですかね、その最後の決断を自分でするっていうのはものすごい勇気もいりますし、その決断が違ってたらどうしようっていうような不安感で押しつぶされるとかそういったのはないんですか？そういったのはあんまりないですね。淡々とこっちかなっていうその感覚で。そうですね、まあ、僕も最初からそうではなかったんですけども、何かを始める時に仮説を立てるんですね。仮説を立てる、はい、はい。で、まあ、例えば新しい事業をやろうとした時に、これをやったらどうなるかっていうことを、例えば売上だったら一番うまくいった時のケースと、一番うまくいかなかったケースと、中間と、この3つを立ててみるんですね、でこれはそのやってみないとわからないからただやるっていうんじゃなくて、3つの数字を立てることで、その後結果がどうなったかが検証できるってことなんですよね、でそれが必ずしもうまくはいかなくて全くダメな場合もありますし、一番いい結果よりも上回る場合もあるとは思うんですけれども、そういうことを繰り返すことによってその物事の判断とか経験値が増してきてですね、やったことに失敗しても意味が出てくると。なるほど、繰り返すことで経験値が上がって失敗に意味が出てくるんですね。そうですね。なのでやる前からどうしようどうしようとかって言って考えるよりは、やる前にこういうふうになるんじゃないかって考えておくとですね、やってる過程を楽しめる。なるほど。そうすると結果が出た時に、その理由が自分が思ってたのと大きく違った時は、やっぱ自分の見込みが甘かったなっていうことになるじゃないですか。でそういうことを繰り返していくと、まあ、本当にこういろんなノウハウが溜まっていくと思うんですね。そうすると本当に失敗してもああじゃあ今度はっていうふうにすぐに切り替えて、次の方に、じゃあこっちでやってみよう、 A プランだったらダメだったから B プランの方でっていうふうに進んでいくことができるということですね。そうですね。なのでその好奇心を持って前に進んでいけば、そこで躊躇するってことはないのかなっていう気がしますけどね。なるほどね。やっぱり足踏みをこう一つのところでしてるのではなくて、好奇心持って前に進んでいく、それが結構この10年での積み上げてきたコツなんですかね。まあ、コツってほどじゃないんですけども、そういうことをもう常にやって前進、進化させていくってことですかね。常にやって進化させていく、なるほど、深いですね。ね、多分こう皆さん同じようなところでこう立ち止まってその先が進めないという方の方がね、すごくその中で苦しんでるっていう風なの結構私も聞くんですけれども、やっぱりそういうことではなくてというところが大事なんですかね。そうですね。どうなんでしょうね、こう人によるのかなというのもあるんですけども。でもそれもやっぱり最初からそうではなかったっておっしゃってましたから、最初はやはりこう試行錯誤をしてそこでちょっとこう悩み苦しみというところがありながらの、そういうふうに仮説を立ててやってみて繰り返すことで経験値が上がって、そしてやってる過程を楽しめるようになってくるというところが木村さんのスタイルになってきたんですかね。そうですね。なるほど。すごくこう乗り越える術というのを自然に身につけてきたんだなというふうに感じました。はい、木村さんどうもありがとうございました。いえ、ありがとうございます。先へのメンタルタフネスへの道。
スモールサンは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。先へのメンタルタフネスへの道。皆さんいかがでしたでしょうか。ユニバーサルステージの木村さん、やっぱりですね、最初はいろいろあったようですけれども、その中で仮説を立てながら、その仮説もですね、一番いい仮説、一番最悪な仮説、中間な仮説を立てていって、結果が出た時がその中のどれなのか、そして悪かった時には自分のやっぱりですね、仮説のところをもう一度見直しながら繰り返していくことで、いろんな経験値が上がり、そしてその過程を楽しめるというのがすごく私いいなと思ったんですけれども、好奇心を持って何事もやっていく、そういうところが心が折れそうになった時にはぜひ皆さんもやっていただきたいポイントかなというふうにお話をお伺いして感じました。ではまた来月第4水曜日お会いいたしましょう。ありがとうございました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。